どうも、タカチャンネルのタカでございます。皆さんお元気してましたでしょうか？ちょっとですね、久々に、撮影風景を変えてみようという形で変えてみました。今まではね、こんな感じで、暗い風景で撮影をしていたんですけど、ちょっとね、明るい風景で撮影した場合、どうなのかなと思ってちょっとやってみたんですが、明るくても、まあ、悪くはないよね。というところで、ちょっとしばらくね、明るい感じで撮影していこうかなと思います。ライティングとかに関しては、今後ね、いろいろと自分の作った動画を見ていって、ここ変えた方がいいなとか、ここあした方がいいなっていうところをですね、修正していくので、徐々に皆さん慣れていってくれればなというふうに思います。はい。で、僕のチャンネルではですね、ちょっと新しいガジェットやリュックなどをですね、クラウドファンディングを中心にご紹介させていただくチャンネルになっております。このようにですね、再生リストをまとめさせていただいておりますので、クラウドファンディング興味あるとか、あとはガジェットに興味がある方、あとはリュックとか興味ある方はですね、ぜひチャンネル登録と再生ボタンの方よろしくお願いいたします。で、今回なんですけども、ケーブルとかガジェット類をですね、ノート PC に装着ができる、小物オーガナイザーシフトを紹介したいと思います。で、その商品というのがこちらになっておりまして、メーカー様から2種類、今回ですね、お借りしております。こっち側がシフトの大きいビッグバージョンで、こっちがシフトのコンパクトなね、小さいバージョンになっております。こちらはですね、スマホおよび、ペン、ケーブル、あとはですね、ガジェット類をラップトップに、装着して持ち運べるオーガナイザーという役割をしておりまして、まあオーガナイザーっていうのはですね、まあ簡単に言うとバックインバッグみたいな形で、小さい小物とかをいっぱい入れていて、バッグの中を収納をね、きちんとさせるっていうようなものなんですけども、まあデスクとか、壁面などにも貼り付けることができる今回のこのシフトはですね、結構ね、今まで使っているオーガナイザーとはまた違う形になっているので、今までね、デッドスペースとしてあんまりね、うまく使えてなかったところとか、無駄にね、荷物を多く運びがちだったものとかをですね、解消できるような商品になっていると思います。で、こちら、移動時に両手も塞がることもないので、オフィスとか、あとはリモートワークでちょっとね、移動しようかなとか、ちょっと家うるさいからカフェ行こうかなって思った時とかにも便利になってくる商品になっています。はい。で、今回のこの商品、現在幕開けの方でこちら小さい方が3191円からの販売になっておりまして、こちらね、大きい方が4235円からの販売という形になっています。今回のこの商品の特徴は全部で3つございまして、まず1つ目なんですけど、ラップトップオーガナイザーとして活用ができるというところで、さらにはですね、アイテムを体系的にスッキリ整理することができまして、アイテムをしっかりね、ホールドすることも可能だというところです。で、最後3つ目なんですけど、こちらケーブルオーガナイザーとして活用が可能なので、まあケーブルオーガナイザーって何っていうとですね、デスク上に、まあパソコン使ってるとですね、まあ SSD だったりとか、あとは充電ケーブルとか、ああいったものをね、皆さん接続すると思うんですけど、そしたらね、机の上ってケーブルだらけでぐっちゃぐちゃになりません？それを今回のシフトを使ってですね、まあちょっと綺麗に整理整頓してあげますよっていうような形です。はい。それでは早速商品の方を見ていきたいと思います。見ていきましょう。Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nightDon't stop for traffic lights.こちらがですね、今回のシフトという商品になっています。はい。で、こちらの商品付属品としては特になくてですね、こういった、紙のマニュアルですかね、こういったものが、各それぞれ1個ずつついているという形です。で、このシフトは、様々な機能が、このね、薄い、コンパクトな中に詰め込まれておりまして、機能としてはこんな形になっております。で、主にですね、まあ必要なアイテムをまとめて持ち運んだり、あとはケーブルオーガナイザーとして使用したり、あとはですね、12インチ以上のラップトップにフィットさせたり、バックインオーガナイザーとして使用したりとかですね、まあその他もろもろ含めてですね、全部で9つの機能を、内蔵しているっていう形です。で、製品
スペックの方になるんですが、こちらシフトはこの小さい方をシフトで、大きい方をシフトプロという形のネーミングになっておりまして、で2つのサイズで現状ご用意させていただいているって形です。で主にですね12インチから17インチの PC に対応しておりまして、こちらのシフトの方のサイズなんですけど、 260mm×70mm×10.2×2.7インチという形になっておりまして、こちらのねシフトラージに関しましては 260×160×10.2×6.3インチというような形になっております。で、主なね、製品の、部位のところをご紹介させていただくと、まあ、まずですねここの部分に、各それぞれですね、ここ色が変わってる部分とかあると思うんですけど、ここがですね伸縮性のあるバンドになっております。で、この裏面のところなんですけど、ここの部分今ね、シールが貼られてるんですけど、このテカテカしている部分ですね、こちらが、取り外し可能な接着部分というような形です。こちら、グレーの部分が汚れがつきにくい素材を使用しておりまして、まあこれ先ほども言ったように、PC の、表面に貼り付けたりとか、あとはねデッドスペースになっている感染防止対策板とかに貼り付けたりとかして、まあ小さい小物だったりとかを保管したりとかにも使える形なので、まあ比較的ですね、物に接触しやすい場所に、付けられるんですよね。なので汚れがつきにくい素材を使っているので、長く使用することができる形の商品になっています。はい。で細かい部分でちょっと説明すると、ここの部分が96mm で、ここの部分が 37mm で 96mm という形になっています。で大きいところで言うと、ここ 26mm、 90mm、 115mm というような形で、若干ねプロの方が、こうサイズ感がまばらになっていて、まあいろんなものを整理するときには楽かなっていうような形です。はい。で色に関してなんですけど、今回僕が、ご提供いただいたのはラベンダーピンクという色と、あとスチールブルーという色を、ご提供いただきました。この他にですねイエローがございまして、イエローの場合は黒と黄色で配色されております。結構ね見た目も落ち着いているので、オフィス仕様はもちろんのこと、カフェとかで使う時にも結構ねおしゃれだなっていう風に思われると思います。はい。ちょっとねこちらの製品実際どういう風に使えるのっていうところで皆さん気になると思うので、ちょっとね、実際使いながらポイントをね少しご紹介できればなというふうに思います。はい。で今回ご用意させていただいた PC なんですけど、ちょっとね僕ノート PC に関しては MacBook を使用していまして、 MacBook はね撮影の時ちょっと使ってるんですよ。なので今回はねサブ機で僕が使わさせていただいている 12.9 インチのこの、iPad Pro で、キーボード付きね、いわゆるまあノート PC みたいな形で使えるタイプのものなんですけど、これをね、ノート PC と見立てて、先ほどのね、シフトを、実際使用できればなと思います。で、実際の使用方法なんですけど、まずですね、今回このシフトプロを、使ってですね、説明していければなと思います。シフトプロ、まず 12.9 インチに付けた感じどういう風になるのかっていうのを見ていきましょう。今回のこの、キーボードケースに関しては背面がスタンドになっているので、ちょっとシフトプロには見合いません。なので今回の場合はね、こちらのキーボード面に付けてみようかなと思います。実際付ける場合、ここのね後ろの部分のこのテカテカってしているところ、これフィルムを剥がしていただくと、ここの部分がね粘着性のあるシールみたいな形になってるんですよ。なのでこのような形で取っていただいて、あとはねここにまっすぐになるようにをつけてもらえばなと思います。こうピタッとね、はい。でつけたらこういう形で上からちょっと軽くねさすってあげる。これだけでもう接着が完了です。これが、装着方法です。でこちらね、ラップトップオーガナイザーとしてマウスやペン、ケーブルおよびイヤホンとかを、こういったノート PC や iPad Pro とかと、セットで使用する際にですね、この類をシフトにこのまとめておくことができまして、皆さんね経験あると思うんですけど、この Apple Pencil、ここにねつけてるとだいたいバッグの中で紛失してると思うんですよ。ただし今回のこのシフトがあればもうその経験する必要性がございません。まず
ずどのように使うかっていうとですね、ここ、短いとこありますよね。ここにアップルペンシルをこのように、まあ、つけてやってくださいよ。そしたらですね、このゴムバンドがかなり、ホールド力が高いんですけど、こういう風にですね、しっかりとこのアップルペンシル自体をちゃんとね、ここに留めさせてくれます。しかもですね、これ特殊な、接着素材を使ってここに貼り付いているので、このように持っていってもですね、このケースのこのシフト自体が、落ちないですし、アップルペンシル自体もこの硬い、ホールド力のあるバンドできちんとねホールドされてるので、ペン自体が落ちるっていう心配もございません。で、また最近だとね、こういう iPad と一緒にマウスとか持ち歩く方いらっしゃいますよね。そういう人もですね、安心してください。これマウスをね一緒に持ち歩けるようになってるんです。マウスとしては僕ね、このコルセアのご提供いただいたマウスを普段使用しているんですけど、これもですねここに入れることができまして、マウスはこういう感じでヒュッとこういう感じでね挟んであげることができるんですよ。なので、こうね、iPad でマウスも一緒に持ち運びたいよっていう方もですね、これねしっかりとねフォールドしてくれるって形です。で、これ本当に落ちないのかよっていう風に皆さん思われますよね。思われると思います。実際ですね、ちょっと叩いて振ってみましょう。全然大丈夫っていうところで、一個も落ちないっす。だから、ホールド力としてはかなり完璧だと思います。その他、例えばなんですけど、こういったね、イヤホン類、皆さん会議の時使われると思うんですけど、こういったね、イヤホン類もここにね、挟んでおくことができます。つまり、この iPad とこのペンとか、イヤホンとかマウスをすべてこの一つのシフトの中に収めることができるので、リモートワーク、およびカフェとかでの仕事とかにも、これ単体でですね、出かけられるような形になっています。で、また先ほど言ったようにこちらのシフトはケーブルオーガナイザーとしても使用することができまして、ケーブルオーガナイザーとして使用する場合どういう風に使用するのって皆さん思いますよね。どういう風に使用するかっていうのを実際に、使ってみましょう。はい、今回は、ケーブルオーガナイザーとして使用するのは通常のこのシフトを使いたいと思います。もちろんこのシフトプロでもできるので、自身がですね、使いたいと思ったシフトでケーブルオーガナイザーっていうのもやってもらえればと思います。はい、例えばですねこちら、通常 iPad Pro を例えば充電とかこういったね SSD を使って、まあ、作業するときですね、こういう感じでケーブルが、机のようにぐちゃぐちゃになってたりすることって皆さんあると思うんですけど、今回のねこのシフトを使えばすごい綺麗にまとめることができるんですよ。どのように使うかっていうとですね、こちらのシフト、先ほどと同様に裏面のこのペリペリをめくっていただきます。で、まあ、机のねこういったところに好きなところに貼っちゃってください。このように貼っていただいたらですね、こういう充電ケーブルをこういうねゴムパッドのところに通してあげてください。そうすると、まあここの部分は気にしないでくださいね。ここの部分だけで言うとこういう感じでね、机の上のケーブルをここできっちりとホールドすることができるんですよ。つまりですね、使いたいとき、例えばこれ充電したいなと思うとき、これだけを取ってここをピュッて刺してあげる。これだけなので、ここら辺がケーブルでぐちゃぐちゃにならないんですよね。なので先ほどご用意したこういったマウスだったりとかがこういう風にね使うスペースができたり、この机全体が、非常にスッキリするので、リモートワークの時もですねストレスなく、作業ができる形になっています。これね意外と、ありそうでなかった便利ですよね。まあもちろんここに今僕はタコ足配線をしているので、まあ汚くは見えてしまうかもしれないんですけど、これが例えばここで机が切れていて下にこうコンセントがあってケーブルがぐわっとなっていてここがぐちゃぐちゃだったらと皆さん想像してみてください。嫌じゃないですか。なのでこういったね、シフトを使ってケーブル配線を賢くケーブルマネージメントするっていうのは結構僕としてはですねいい使い方だと思います。はい、
その他の使い方としては、こちらですね、アイテムを体系的にスッキリさせることができまして、例えばこういう、まあ、オフィス、スペースがあったとして、皆さんね、こういうね、今、感染防止対策で、こういう、なんか、木の板だったりとか、あとは透明なアクリル板だったりとかが会社にございませんか？これって、人の顔は見えるけど、意外と使い道としてその感染防止しかない。で、つまりですね、無駄なデッドスペースだと思いません？ここに例えば、もう少しこういう SSD とか、こういったペンを、収納できれば、自分の机がもっと綺麗に、自由に使えるのにって皆さん思うと思うんですよ。で、今回このシフトを使えばですね、それが可能になります。どのように使うかっていうと、先ほど貼り付けた今回はこのね、シフトプロを使ってみようかなと思うんですけども、このシフトプロをですね、この壁面に、つけちゃってください。こういう感じで。はい。で、こういう感じでつけたら、そしたらここが収納スペースとして早変わりします。今、ここ。まあ、マウスはあるけど、こういったペンとか、こういったイヤホンとか散らかっていて、ちょっと邪魔だなって思うと思うんですよね。で、そういう時に役立つのがこれで、ここにね、シフトがあるので、こういう感じでペンちょっとつけてあげたりとか、ここ。まあ、例えばね。こういう風にイヤーポッツを、挟んであげたり、あとはまあマウス使わずに、今日は、まあもうここのクリックを使おうっていうのであれば、ここねマウスもこのバンドにこういう感じで挟んであげれば、この壁面がね、収納スペースとして早変わりするんですよ。これ結構ね、しっかり考えられてるなと思います。しかもこのバンド自体がかなりホールド力が高いので、こういう風に壁面収納してもですね、物が落ちてこないっていうのはかなりね、僕としては、称賛できるなって思いました。で、こういうね、シフトの活用の仕方っていうのは今後やっぱりこうリモートワークとか感染防止対策っていうのが広まる中で、やっぱりこうどんどんね、有効活用していくのが、大事だと思ってます。なので、こういったので自分のデスク環境を整えるっていうのはかなり僕としては有効活用できるんじゃないかなと思いました。はい。はい、いかがだったでしょうか。個人的にですね、普段からよく僕自身ですね、PC とか iPad Pro、持ち歩いて外で作業するってことも結構、しばしば多いんですが、こういろんなね機材を、普段から使うので、持っていかなきゃいけないガジェット類っていうのが結構多くなりがちなんですよね。なので PC だけを単純に持ち歩いてカフェに行くとか、スタバに行くとかっていうのがなかなかできなかったんですよ。何かしらこう PC プラスポーチとか、PC プラス、まあ、ケーブル入れとかを、持ち歩いていたんですけど、これであれば、まあ、いわゆるですね、PC プラスそのシフトに付属された、まあ、ペンだったり、マウスだったり、あとは SSD だったりとかで完結できるようになってくるので、もうポーチとか、そういったものを持ち歩く必要性がないっていうところでは、非常に僕自身ですね、こうシンプルな、ライフスタイルが送れるなっていうふうに思っております。で、まあ、そうですね、こういうふうに一個にまとめられて、オーガナイザーとして使える、かつまあその行き先のカフェとかではケーブルとかを、こうマネージメントしてですね、ケーブルマネージメントの、役割も果たしてくれるっていうのは、一個で二度の、活用ができるっていうところではかなり僕としては、素晴らしいなっていうふうに思いました。はい。で、今回ちょっと使ってみてですね、メリットデメリットっていうのをご紹介させていただこうかなと思います。まずメリットとしては薄くてすごい軽いので持ち運びがすごいね最適だというところで、あとは何度貼り直してもホールド力が結構強くてですね、軽くね揺らしてみても取れないっていうところでは、非常にですねこの安心感っていうのは強いかなって思いました。で、あとはケーブルマネジメントができるっていうのは非常にね僕としては優秀だなと思います。やっぱりこう外出てもですねケーブルマネジメントができないと、机の上ってこうケーブルだらけになるんですよね。で、プラスオンでやっぱり外のカフェとかで作業するときに何も頼まないってことはできないじゃないですか。だからまあこうちょっとしたパンケーキだったりとか、まああとはコーヒーとか、そういったものを頼むとやっぱこう机が狭くなりがちなんですよ。だけどそこでケーブルマネジメントして少しでもこうマウスとか、あとはですねメモ帳とかを開けるような、フリースペースを少しでも作れることができれば、結構僕としてはガジェット YouTuber およびガジェット好きな人からしたらですね最適な、ツールになるんじゃないかなというふうに思います。で、デメリットっていうところなんですけども、こちら長距離移動には向いていないので、あくまでもですねちょっと短距離の移動っていうところをお勧めします。
なぜ長距離に向いてないのって思うかもしれないんですが、まずですね、このオーガナイザーっていう役割は少しのものを挟んでですね、ちょっと外出とかをするような役割になるので、長距離用の、何でもかんでもこうぶち込めるような形ではないので、やっぱりですね、こう長距離移動には向いていないかなっていうところですね。で、あとは、あまりにも大きすぎるものはちょっと挟めないっていうところなので、今回僕はコルセアのマウスを、挟んでは見たんですが、このようなね、ロジクールの例えばこうトラックボール式のマウスであれば一回り二回りぐらい大きいんですよね。これはちょっとさすがにね、挟み込めないので多少ガジェットをですね小さくしないとですね、こういったものに挟めないっていうところが、まあデメリットではないですけど、まあこう注意事項かなっていうふうに思いました。こんな人おすすめですよっていうところなんですけど、ちょっとした移動に、まあ PC のみを持ち歩きたい方っていう人にはですね、ぜひこちら、おすすめできる商品かなというふうに思います。あとは、ケーブル類を移動先でもねスムーズに、配線したい方いらっしゃいますよね。そういう方にもですね、こちらの商品、お勧めできるかなというふうに思いました。それでは次回の動画でお会いしましょう。